皆様こんにちは。松風神道流外伝の松風でございます。昨年11月から続けてまいりましたアラフィフでもできる減量生活、本日令和4年2月7日、当初予定しておりました3ヶ月の日程を無事に終了いたしました。これまでの、体重の推移なんですけれども、当初 74.5kg あった体重がこんな感じで変化していきました。そして今日2月7日、朝起きてすぐに計測した最終結果がこちらです。はい、おはようございます。今日は令和4年2月7日朝の8時です。3ヶ月間続けてきた減量生活、最後の測定です。では測っていきます。おお、62.45、62.45。おお、最終数値が62.45。当初目標を3ヶ月間でマイナス10キロとしておりましたが、その目標を超えてマイナス 12.05kg の減量に成功しました。で、一番最初のですね、動画の中でお伝えしてたと思うんですけども、よくダイエット動画とか減量動画にありがちな、こう体をね見せるという度胸はやはり私にはありませんので、まあ、それでも3ヶ月間でパッと見た感じではっきりわかるレベルまで減量しますと宣言しておりましたので、見た目がどのようになったかご覧ください。はい、こんな感じになりました。3ヶ月前、佐世保のホテルで撮影した、最初の映像がこちら。どうでしょうか。こう見てお分かりいただけるぐらいの変化があると思うんですけども、はい、でこの3ヶ月間なんですけども、最初はですね、こう結構順調に体重も落ちてくれて、ただ、途中動画でもご報告しましたが、年末年始のね、飲み食いで、ちょっと体重がドンと戻って、またそこから調整して、また順調に減り始めたんですけど、ラスト半月ぐらいになってから、私これまでの減量で初めて、停滞期というものを経験しました。最初なかなか変化しないなーっていう程度だったんですけど、やっぱりそれがこう数日続いてきて、ああこれは体重が今動かなくなっているっていうのを実感して、でさすがにね、これがあと数日続いてしまうとちょっと目標に間に合わないぞってちょっと焦り出したんですよ。で、まあ、例えばケトジェニックとかっていう、もっとこう、きつめのね、減量があるんで、それに切り替えないといけないかなってこう、考えつつ、まあ、当初の目標のもう一つでいい。できるだけストレスがないようにっていうのがあったので、まあ、ちょっとそこをぐっと我慢して、それまでのやり方をどうにか継続して、1週間ちょっとぐらい我慢したんですね。
そしてラスト1週間を切ったぐらい、本当2月に入ってから急にストーンと落ちました。はい。もう体重計に乗らなくても自分のね体を鏡で見てもはっきりわかるレベルでなんかグッと落ちたんですよ。まあこのあたりの考察はねまた別にやろうかなと思ってるんですけども、まあそんなこんなでどうにか無事に、目標を達成することができました。はい。わかりやすく表現するとこの子一頭分が私の体から抜けたことになります。な、いいっす。で、今回の動画を通じて、まあ、20代、30代でなくても、私のようなアラフィフでも、きちんとこう食事なんかをコントロールすれば、自分の体重を落とすということはできるということの実証ができたと思います。で、このチャンネル自体は、本来は健舞というものを主流にしているはずなんですね。で、今回この3ヶ月間、減量とか、あと同時にね、食事の管理、あと運動というものをやってきた、その結果として、また別動画で、この健舞という芸事と、減量ですね、食事管理も含めた減量、また、体重コントロールですね。と、またこの健舞と、いわゆる筋力トレーニングのような、お稽古以外の運動というものの関係性とかっていうものは、ご説明していこうと思います。無理やりこじつけようとしているわけではありません。はい。実際私自身も、この年齢になって、これだけの減量とかトレーニングをやるということの、もう主たる理由は、今、私自身が携わっている健舞のためでございます。ですから、この3ヶ月間やってきたこと自体は全て自分が今、現在、そしてこれから先も含めてできるだけ現役である期間というものを長く保つためという最大の目標が自分の中にはありますので、それをやはり主たる目的としてただ漠然と体重を落とす、漠然と筋肉をつけるとかそういうことではなくて、まあ、やってきたつもりだったので、そのあたりの、まあ、私自身の考察動画というものは、きちんと健舞と関連付けて、今後、上げていこうと思ってます。はい。ただね、これまで食事とかも、まあ、それなりにやっぱ我慢してきたので、今日は、しっかりと、しっかりと食べようと思います。で、まあ、明日から、っていうか今後ですね、は、いきなり普通に戻るということはありません。まず少しずつ、食事も戻していきながら、今私自身が 62.45 っていうのは、ちょっとベストの体重から言うとちょっと少ないので、また少しずつ、トレーニングをしていきながら、で、お稽古量もちょっと上げて、体重は少し戻していきます。できればね、お舞台とかイベントとか、そういったものをきちんと見据えて、まあその、演目とか、役に合ったものっていうものを、一つの目標にやっていけるのが一番いいんですけども、まあ今回こうして、一つこう、健舞を紹介できる動画という、まあ、新しい目標を持たせていただきましたので、まあしっかりこれからも、この健舞というものに関わる、いろんなことを発信していけるように、まあ、頑張っていこうと思っております。それでは、まずこのアラフィフでもできる減量生活3ヶ月間お付き合いいただき誠にありがとうございました。この経験を生かして今後とも健舞というものにまつわるいろんなことを発信していこうと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではご視聴いただき誠にありがとうございました。